ゆなです。アリアです。セイラです。ピンク待て B 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はかくれんぼします。イエーイ。ゆなカメラですね。ゆなカメです。オープニングもなんか初めてな感じでいいですね。できます。茶色い広場みたいな、茶色い広場てかあの辺の茶色い広場のところだけを使ってかくれんぼをしていきます。はい、一人一人ねスマホで自分の動画も撮りつつかくれんぼしていきたいと思います。じゃあまず鬼を埋めていきます。はい、じゃあゆな、アリアちゃん、レイラちゃんも順番でやっていきます。はい、それではどうぞ。では30秒待ちたいと思います。じゃあいきます。位置についてよーいスタート。スタート30秒だけだよ。イヤリングが落とさないように待って、ヒールキツなんで感じ待って全然走れないんだけど、運動靴にすればよかった。20隠れなきゃ。20、30、もういいかい。いきまーす。よーいスタート。待って、でも茶色いところだけだから木の陰率は絶対高いのよ。隠れてきました。結構みんな奥に木の裏、こんな感じのえところないんだけどに隠れてえ、なぁ、すごいよきっと全然ちょっと今こんな感じの木の茂みにいます。もういません、みんなが。あ、いやレイラちゃん見て見つかっちゃった。見つかりました。ソーシャルを保ってでは捕まった人のところに。あ、ちょっと待って、待って、レイラちゃんの全然来ないんだけど。勝った勝ったとかないの。若干見えてるんですけど静かに行きます。あれあれ、ここでいいのかな。全然来ないよ、人近づきます。ああ、はい、いいよ。見っけたー。見っけたー。めっちゃびっくりしたんだけど、ちょっとこそこそ近づいてみた。影がね、もう見えてたから。やばい、心臓やばい。ということで、2人見つかりました。はい、ということで続きまして、アリアちゃん鬼です。次は隠れる側です。次はアリアちゃんが鬼ですね。よーい、スタート。隠れる側だった。ちょっとすぐ気がするしかし、待って、30秒かかってないですよ。5、4、そこに隠れたいと思います。1、5、4、3、2、1。ちょっと出だしが遅れたから、これぐらいで大丈夫かな。探しに行きます。一見何も見えない。痛かった。口には気づいてないみたいですね。全然大丈夫です。え、隠れるの。もうその辺、待って待って、やばいやばい。全然見つかんないんだけど。見つからない。奥の方行ってます。はい、やつ、めっちゃ奥行った。めっちゃ奥行った。めっちゃ奥行った。いないんだけど。結構奥行ってますね。全然いない。まつげが上がってます。余裕。来てる、こっち来てる。回転しながらだったら木なんて大きすぎて見えないんですよ。あれ、大分とかだけですよね。いない、いないよ。あ、待って、来てる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 、バレてる。いないんだけど、ちょっとスタッフさんに聞いてこよう。茶色のところの誰だったか聞いてこよう。すみません、いないんですけど。全然見つからないってこと。え、茶色までですよね。マリア、あっち探したから今度はこっち。いる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 、痛い痛い痛い、痛い痛い痛い。あそこも木なんかでかいぞ。ふふふ、あそこの木かもしれないから見よう。来てる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 。タッチタッチじゃないわ。いた、見つけた見つけた見つかっちゃった。マジめっちゃ見つけるのに苦労したんだけど。え、奥あり見たよ。見つかりました。と最初にゆなちゃんを見つけました。え、マジで隠れんの。おいたー、ね、いたー見つかりました見つかりました。全然探せるところと違うかった。終わりです。難しかったんだけど。次はもっと難しいところに隠れます。じゃあ最後、レイラちゃんのターンです。よーいスタート。もう30分。やばいやばい。でこれはドッキリなんですよ。レイラちゃんが見たら私だった。いないんです。この辺に隠れるぞ。説明します。ドッキリなんですけど、このまずかくれんぼが本当は泳ぐに隠れなきゃいけないんですけど、レイラちゃんにドッキリをかけて、はい、じゃあ探しに行きたいと思います。どっか行ったみたいな感じ。どこにいるんだろう。します。全く見えない。どこだろう。わかんないんだけど漏れてますね。ほら、レイラちゃんそこにいるはず。見えるけど
ちょっと受けて、レラちゃんの。ない。ここはいないか。え、ないんだけど。もう絶対に捕まってない、ここ。絶対に捕まない。やばいぞ。全然いない。ソーシャルディスタンスを守っています。どこ？めっちゃずっとレイラちゃん探してる。さて、どういう反応するかな。え、全然見つかんない。ラリアさん最初、全然見つかんない。やばい、キュイの見るよ。なわけない。もうバカだよね。待ってます。いない。どうしよう。見つけられない。めっちゃずっと探してるよ。いない。ね、これでね、多分3分、4分ぐらい経ってます。カップラーメン出来上がりましたね。前髪がどうしよう、いないんだけど。やばし、結構離れてるから。いない、怖いな。はず、いないはずだよ。でもずっと探してるよ。どうしましょう。めっちゃ時間かかってる。どうしよう。どんだけ探してもいないというドッキリですので。見えてるのかなって。待って、あそこにいる、あそこにいる、あそこにいた。いたいたいた。バレバレバレ。ね、難しいんだけど、いないよ。いないんですけど。本当だ、いる。見つけた。そんなことある。まだ探してるよ。え、近くにいる。近くはないけど、近い。見えるうちです。60メートル。50、ないんすか。アリアがお気に入りの遊輪を紹介したいと思います。はい。はい、こちらです。以上です。はい、かわいいね。なんであんなゆなちゃんのこと。ありがとうございました。ゆなちゃんの前髪を紹介してください。前髪はこんな感じです。いないです、いないです。このカチューシャはどこで買ったんですか？これはですね、ピンクラタです。ピンクラタなんですか？かわいいですね。かわいい。ピンクラタのプレスルームに置いてありました。置いてあったんです。かわいい。なのでこれを付けさせてもらいました。これね、太めのね、カチューシャがすごく好きで、ピンクラタもついに出したそうです。もういいですね。かわいい。いないです。どこにもいないです。いなかったです。え、範囲ってだってここら辺ですもんね。もうそろそろ戻ってきた方がいいかな。かなあ。来た。出てきていいよ。だって、はい、じゃあ行きます。絶対レナちゃんがかわいそうだ。ごめんね。いない。一人も見つけられてない。行きます。ソーシャルギをしました。ひどいですよ。ドッキリ大成功。だってキーマはでもいないんだもん。イエイイエイ。ねえ、あそこでね、ずっとレイラちゃん探してるなって思い出して。わかんなかった。レイラはひたすら探し続けました。すっごい真面目。ということで、自分が鬼の時に探す人がここにもいなかったら、ここにもいなかったらどんな反応をするのかという現象でした。現象でした。かなりゆるゆるの動画です。はい、こんな感じだね。日常日常をお送りしました。今日は迷子に、はい、迷子に、こんな大きな子供が迷子になるなんてすごい。ドッキリってやっぱ楽しい。え、てかレイラちゃんが一生懸命探してて、なんかね、そしてあそこで行った時に大丈夫ねとか言ってたよね。レイラちゃんは優しいってことでした。みんなも全部しようぜ。よしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。